ではですね、こんな素敵なあの旅行のパンフレットを作っていただきました、内容の方、簡単に丸尾さんの方から説明していただきます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今回ですね、星名先生の方の、いろいろなアドバイスをいただきまして、日程の方を組まさせていただきました。ご出発が、2014年3月31日になりまして、朝、成田空港の方にご集合いただきまして、午前中のフライトで、ウィーンの方へ、参ります。この日は、移動だけになりますので、ウィーンに到着しましたらそのままホテルの方に、お休みいただくという形になります。そして2日目、この日はウィーンの市内観光の方に参りまして、まずウィーンといいますとハプスブルク家の宮廷文化で栄えた町ですけども、そのハプスブルク家の夏の離宮、またモーツァルトが御前奏したところでも非常に有名ですけども、世界遺産に登録されておりますシェーンブルン宮殿、そしてウィーンといいますと多くの音楽家が活躍されましたけども、その音楽家が眠っているお墓がございまして、そちらの中央墓地、こちらの方の見学をしてまいります。そしてウィーンの中心地、旧市街地区といいますけども、そちらをぐるっとこう取り囲んでいるリンク通りという通りがありまして、その通り沿いにですね、数多くの歴史的な建物がたくさん建っておりますので、そちらをバスで回りながらいろいろ見てまいります。そして午後にはですね、ウィーン国立歌劇場、そして、オーストリアのカトリックの総本山であります聖シュテファン大聖堂、こちらの方見学してまいりますけども、この聖シュテファン大聖堂の方ではですね、今回特別に、一般に公開されておりません、あの宝物ですとか国宝級の聖杯などが収められているお部屋があるんですけども、そちらの方を、この星名先生のセミナー、ということで特別に、見学をさせていただけることになりました。そして、そのハプスブルク家、700年居城したそのウィーンの王宮等々をですね、見学してまいります。そして、3日目は、世界三大美術館の一つ、美術史美術館の方のご見学、そして午後にはですね、こちらも今回本当に特別なんですけども、ウィーン少年合唱団のレッスンの方の見学を皆様方としてまいります。そして4日目、4月3日になりますけども、ウィーンは綺麗なウィーンの森がございますけども、そちらの方のご見学をしていただきまして、この日の夜にはですね、打ち上げのパーティーを皆様方としてまいりたいと思います。このパーティーの方はですね、ウィーンは、ベートーベンも活躍されましたけども、その、ベートーベンが、一時、住まわれていた建物で、そちらの方でちょっとパーティーの方をさせていただきます。そして、翌5日目になりますけども、帰国となりまして、成田の方のご到着が6日目4月5日の、午前中に成田空港の方へ到着という日程になります。どうもありがとうございました。はい、この全工程を私同行いたしまして、優位感覚、視覚の取り組みであったり、聴覚の取り組みであったり、言語感覚の取り組みであったり、触感覚の取り組みにアプローチできるようにコーチングいたしますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。丸さん、ちょっと一つね、はい、気になることがあるんですけれども、はい、成田空港ということで関東の方はお越しお越しやすいと思うんですけども、地方の方はどうしたらいいですか？そうですね、はい、今回ね、地方から、ご遠方の方から、のご参加も多いかと思いますけども、当日の朝、成田空港のご集合に間に合わない方はですね、成田の空港の近くに、ホテルの方をご用意いたしますので、希望者、という形になりますけども、そちらの方にご宿泊を、いただきたいと思っております。そうですか。全泊の方にはね、サービスで、私の方のシークレットセミナーついてまいりますので、優位感覚のねセミナーをさせていただきたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしててください。よろしく。